レキシントンアベニュー59丁目駅はニューヨーク市地下鉄の複合駅で IRT レキシントンアベニュー線と BMT ブロードウェイ線が駅舎を共有している。マンハッタンのミッドタウンとアッパーイーストサイドの境界付近のレキシントンアベニュー59丁目60丁目にある。ニューヨーク市地下鉄で8番目に利用者が多い駅で、 2013年には2128万2767人が利用した。メトロカードがあれば、IND63 丁目線に無料で改札外の理解ができる。以下の列車が停車する。地下3階のメザニンは60丁目、レキシントンアベニュー側の端にあり、1962年の IRT 急行線ホームの開業時に設けられたが、各線、 各ホーム間の往来をシームレスかつ要因にする役割を果たしており、複合駅の中枢神経であるとも言える。ブロードウェイ線ホームへの階段が3本、レキシントンアベニュー線急行ホームへの階段が2本、レキシントンアベニュー線観光ホームへの階段とエスカレーターが各1本設けられている。レキシントンアベニュー線急行ホームとブロードウェイ線ホームの間のメザニンには、 エリザベスマレー作のブルーミングというメザニンの四方の壁を使った大きなモザイク画が飾られている。作品名は近くにあるデパートのブルーミングデールズから取られた。ホームの壁にはコーヒーカップとスリッパのモザイク画を大きくしたものがあしらわれており、デルモ・アシュワルツとグエンドリンブルックスの死から抜粋したインドリームスビギン・リスパンセビラティスト。 コンダクトユアブルーミングインザノイズアンドウィップオブザワールウィンドという因文がコーヒーカップから立ち上っている。当駅には全部で11のエントランスがある。IRT レキシントンアベニュー線59丁目駅は2層構造になっており、各層とも相対式ホーム2面2線を有する急行停車駅である。上層階には観光線、下層階には急行線が通っている。 観光船と急行線の間に BMT ブロードウェイ線が通っており、観光船ホームから下にブロードウェイ線ホーム、ブロードウェイ線メザニン、急行線ホームの順で重なっている。観光船ホームと急行線ホームの間は長いエスカレーターで直接つながっている。駅は当初各駅停車駅として開業1962年11月15日に 当駅並びにグランドセントラルマイナス42、町名駅の混雑悪化を防ぐため急行線にホームが設けられた。急行線のホームの建設は1959年8月10日に開始され、環球間のホームを結ぶエスカレーターが設置された。この際650万ドル費やした。BMT ブロードウェイ線歴シントンアベニューマイナス59、町名駅は、 島式ホーム一面二線で2カ所のメザニンを持つ駅である。歴ントンアベニュー側のメザニンには IRT 観光船の各ホームへの階段とダウンタウン方面ホームへのエスカレーター及び中層階に降りる3本の階段がある。3番街側にも1960年代末に作られた時間営業のメザニンがあり、1978年に ボーリンググリーン駅の階層で用いられたのと同じ赤いタイルが使われている。ホームへの階段に隣接して上り下り双方向のエスカレーターが設けられており、3番街に4本の階段で出ることができる。1960年代にホームが3番街に延長されたため、このエントランスが新設された。名前とは裏腹に駅はレキシントンアベニュー59丁目ではなく、 実際には、レキシントンアベニュー60丁目にある。これは、開業当初は、クイーンズボロ橋を通って、クイーンズ区に向かっていたが、通りが狭かったことから59丁目の下を通って、クイーンズ区に行き、60丁目の下を通って戻ってくる、ルートになっていたためである。実際には、レキシントンアベニュー線観光ホームを通って、レキシントンアベニュー59丁目の出口から出ることが、できる。 ウィキメディアコモンズには、レキシントンアベニュー59丁目駅に関するカテゴリーがあります。59丁目駅に関するカテゴリー、レキシントンアベニュー -59 丁目駅に関するカテゴリー、ありがとうございます。